はい、というわけでどうも皆さんこんにちは。今これコロニー6の防衛本部の上にいるんですけど、ちょっと絆トーク見れるので見ていきましょうか。生まれ変わるコロニー、シュルクとカルナか。これがコロニー6の本当の姿なんだね。え、そうよ。でもまだまだ昔の姿を取り戻せてないわ。そうなの？住宅や商店も充実してきたように見えるけど、必要なものが揃ってもそれで終わりじゃない。人が安心して暮らせる場所、そうやってやっと昔に戻るのよ。どっちがいいんだろう。これ両方ともなんか良さそうだけどな。安心して暮らせる場所か。どっちがいいんだろう。昔って言ったらなんか過去が思い起こされちゃう気がするから、あ、そうだね。ここまで復興させたからには絶対平和な世界にしたいよね。もちろんそのつもりよ。もう誰にも悲しい思いも、住む場所を追われるようなこともさせたくないもの。そんなことにはならないと思うよ。どうしてそう言い切れるの？みんなの心が一つだからだよ。コロニー6を復興させる、その目的のためみんなが一丸となって動いているからさ。確かにその通りね。平和が崩れることはないか。どうやら滅ぼされたことを一番気にしてたのは私みたいね。仕方ないことだと思うよ。僕だってコロニー9が襲撃された時のことを忘れられないし、どれだけ昔の姿を取り戻しても辛い記憶が消えることはないわね。でもその後にいい思い出をたくさん作ればいつかは消えるかもしれない。そうね、旅をしてきて辛い思い出ばかりじゃなかったし、もちろん忘れられないこともあるけど、うん、こう言ったら変だけど忘れないであげてほしいんだ。その人がいたという証は思い出の中にしかないから。え、忘れるもんですか。でもありがとう、話をしてすっきりしたわ。少しでも役に立てて嬉しいよ。じゃあみんなのところに戻ろっか。はい、というわけで、絆トークでしたね。これは多分コロニー6完成したからこその絆トークだったんだろうね。すいません。じゃあそれではちょっとね、あと一つだけやりたいことが、ごめん、もう本筋、多分これメディアの大冒険ってタイトルじゃないと思うんだけど、あと一つだけやりたいことがあるからそこだけやらせてくれ。頼む。カッ。あ、シュルクリキならできそうじゃない。はい、というわけでちょっとね、諸事情でバラク雪山に今来てるんだけど、じゃあちょっと絆トーク見ましょうか。念願の雪見温泉だも。寒そう。温泉だからね。あのさ、一つ聞いていいかな。面白い。何してるの。いい湯だも。のポン族は温泉が大好きも。そうなんだ。でもすごく寒そうなんだけど、どうなんだろう。え、ちょうどいい湯加減なんじゃないの。分かった、それはよかった。無理して入ってるのかと思ったよ。雪景色を眺めながら熱いお湯に浸かる念願のシチュエーションだも。そっか、僕にはよくわかんないけど、シュル君も一緒に入るも。え、僕も入るの。温泉の良さは使ってみないことにはわからないんだも。本当かな。遠慮することないも。きっとシュル君も気に入って、あ間欠泉に吹き飛ばされたみたいだ。今のうちに逃げよう。ごめんね、リキ。面白い。こういう絆トークもあります。なんか新しい、初めてだな今。ネタ系の絆トーク初めてだわ。じゃあそれではカッ。はい、というわけで戻ってまいりました。素材を集めてきました。ちょっとダンパンじゃねえ、ラインの武器を作ってあげようか。シュルクの武器も揃ったからな。
果が備え揃った。早速取り掛かろう。どんな武器が出来上がるんだろう。できた。今までで一番いい武器が作れたぞ。ラインが気に入ってくれるといいな。バンタムバンカー。久々に研究室に戻ってきたシュルクはラインの武器を作ろうと思い立つ。これまでの経験と知識から最高傑作の武器が作れるはずだ。シュルクは全身全霊を傾け、ラインに強力な武器を作り上げた。経験値めっちゃもらえるな。バンタムバンカー、ちょっと装備させてみるか。じゃあライン、ラインももうちょっとで HP カンストしそうだな。マキナガータどうなんだろう。いっぺんあんじゃねえか。ちょっと普通にそこら辺で拾ってるあれ、あ、いや違う、一個スロット多いわ。これか。そこら辺で拾ったやつと同じじゃねえかって思ったら、シュルクが作ったやつスロット一個多い。すげえ。これにすっか。じゃあ3スロある。なんか見た目の違いとかあんのかな。これさすがにスロット多いだけかな。わ、かっけえ。わゼノブレード。ちゃんとこのロゴマークが入って X って書いてある。すげえ、かっけえな。バンタムバンカー、ちょっとじゃあジェムつけます。カッ、あ、行くか。まあ予定通り30分ぐらいでちょっとやることやったから。それでは行きましょうか。かなりちょっと回り道してしまいましたが、ここからパート64が始まります。すいません。じゃあそれではよろしくお願いします。行きましょうか。まあ大体やっただろう。まだやってないこともあるだろうけど、うん、俺がクリア前にやりたかったことは多分全部できたと思うから、うん、じゃあ行きましょうか。ディクソンの気配を感じる。奴のいる頂上は近いな。ここから先に進んだら引き返すことはできなくなるだろう。それでも行くのか、シュルク。行くか。はい、覚悟はできています。迷いはないんだな。ないと言ったら嘘になります。ここでこの3人を映すのがね。それでも僕らは進まなくちゃならない。そう、私たちがなすべきことはただ一つ。とっくの昔に決まってるぜ。お兄ちゃん。いやすまん、どうやらお前らには愚問だったようだな、ダンバンさん。よし、行こうか。俺たちの未来をつかみに。行くか。どんな敵が出てくるんだろうね。なんか手からめっちゃ出してる。ええって。けごとを言うな。戦っているのはわしらだけではない。主力たちを信じるんじゃ。あやつらの帰ってくる場所を守る。前まで鬼神と戦ってたのに、いきなり巨神と戦うってもう大変だよな。せっかく復興したのに。せっかく全復興したのに、俺この26ずっと攻め込まれてる。あれ、ゾードだ。あれ、ゾード、お前声が同じだけで別人か。こいつクソ久しぶりじゃんお前。あ、てか味方してくれてる。すげえ。味方してくれてるんだけど。顔つきは、はあ、当然じゃな。あやつとて元はホムス。姿形は違えど
願いはわしらと同じ。めっちゃそう考えるとフェイスって頼もしくね。フェイスって味方になるとクソ頼もしくない、はい、こんな人間たちがさ、こんなちっちゃいエーテルライフルで戦ってる中、超増強スーツを着てさ戦ってくれるって。しかもある程度のこうエーテル攻撃を防いでしまうみたいな。じゃあ行くか。ちょっとゾード君も味方をしてくれているということで、僕たちは僕たちのなすべきことをしましょうか。もうすぐだな。ここあれかな、一番最初にザンザを解き放った場所かな。監獄の間。ディクソンさん、待ってたぞシルク。僕たちと戦うためにですか。ああそうなるな。それとも黙って切られてくれるか。それはできません。もっともだな。出ないと面白くない。俺は最初からザンザ様のために働いてきた。お前のこともそのために鍛えてやってたんだぜ。はい。力を与えてくれたこと感謝してます。そのおかげで僕は今ここに立っている。言うじゃねえか小僧。ついに正体を表すか。今までなんか味方のテレシア呼んで戦ってたけど、ザンザ形態、ザンザ形態っていうのもあれだけど、ザンザっぽい見た目になったね。僕はあなたを斬る。なんかザンザより全然強そうなんだけど。ねえ、ザンザより全然強そうじゃない。なんだこのディクソンさん。いくか、何レベル ?80 か。さっきのドラゴンと同じだな。いくか、まあちょっとレベル的にはかなりレベル上げてよかったって感じだ。ちょっとずっとが、やっぱシュルクを狙ってくるのか。ちょっと待って、すげえ動くね。やっぱり身軽な、こんなでかいけど、なんか羽とか生えてるしな。すげえ身軽なんだよ、カオスパニッシュ。あとんでもねえ。しかもこれ気絶入んのかよ。みんなテンション下がるし、めっちゃありがとう。ちょっと待って、テンション上げて、あ、オッケー、ありがとう。テンション上げてほしいな。あ、ヒットバレットナイス。どうだろうな、死とディクソン。ディクソンさん爪使うわけじゃない、あれディクソンさん、あれ違う、ムムカが爪だっけ。ディクソンさんは銃か。これはいけない。この攻撃はいけない、ヤバすぎ、マジでカオスバニッシュ全然ヤバいんだけど。ちょっと待って、とりあえずテンション上げないと。なんか俺を元気づけてくんねえから来るな。助けよ、まだ負けられないよ。来るな、俺のことを元気づけてくんねえかな。攻撃が当たんねえ。あ、やば、なんでシルクに当たんなかったのか知らない。今ちょっと待って、ディクソンやべえんだけど普通に。ちょっと待って、テンション上げてもらわないとちょっときつい。よしよし、オッケー、回復していきたいな。そうそう、だから HP やば、一回連携したいね。転ばせれるのかな。あ、でも転ばせれそうだね。 HP もやっと半分だけど、はい、カルナ回復、てかカルナにあれ搭載するの忘れてた。あのなんだっけ、あのあれヘッドシェイカー、ヘッドシェイカー入れるの忘れてた。次の試合から入れるわ、直せれば。ちょっとちゃんと ないのかな。これいきそう、あ、来ない。あ、終わった、終わったっぽいね。ちょすげえとこでムービーに入るな。つまらねえな、雑魚ども相手じゃ食い足りねえのよ。すげえ。なんだこのフィオルンの性能は。お前は確かメイナスの力を受け継いだ。力じゃない。ああ、
メイナスから受け継いだ思いで私はあなたと戦う。フィオルン。思いか、そいつは腹が膨れるのか。気に入らない奴をぶっ殺してくれるのか。あなたはなぜ戦うの。ザンザに力を貸して何もかも滅んだ世界で、あなたはそんな世界が楽しいの。考えるってのはまさに力を持つ者だけの特権だな。違う。ザンザなら俺に戦う力と場所を与えてくれる。でも結局なんかディクソンもザンザに吸収されるんじゃないのかな。それが理由なの。俺たちみたいに。そんなことが。だからフィオルもさ、どっちかっていうとこういう俺たち側の立場なんじゃないのかって。巨神界と鬼神界の全ての命が一緒に生きていける世界を望んでた。私はあなたを許さない。そうかい。だが何ができるんだよ。あ、鉄砲になり合った。知ってるぜ。その体にはもうモナドがないってよ。もうじき動かなくなるんじゃねえか。いつかエネルギーの供給しなくなって動かなくなっちゃう。まさかだよ。最後の最後までシルクと一緒に戦うんだから。フィオルン。いや、ここがその最後の最後ってやつだな。どうした。モナドなしのてめえは本当に無力で非力な小僧だな。シルク。でもシルクは前回モナドをなんか自分の体の中から作り出したんじゃないの。わあ、すげえ。メリオ。だってフィオレン、シルクと共に生きるのではなかったのか。こんな奴のために無駄に命を削るだ。そうよ。欲しいものを手に入れるの、死んで守るなんてダメ。カルナもメリアも二人とも大切なものを失ってきてるから。シェルク、そろそろ本気だぜ。そういう気持ちはわかるんだろうな。俺は知ってるぜ。モナドがなくたってお前はこんな奴より強いって。リキだって知ってるもん。シェルクはいつも勇敢だったもん。いつもの気持ち思い出せたもん。シェルクは本当の勇者だもん。そうだ、の力などいらん。やっぱりリキは心から勇者なんだなって思うよね。こういう発言を聞いてると。シュルクー。みんな、シュルク行こう。シュルク、私たちの力で。そうだ、僕たちはみんなから受け継いだ思いと自分の力で。全然もなれしねえ。貴様ら、その力は。ああ、かっけえ。ちょっと待って、ここでこの BGM とかかっこよすぎだろ。すげえ。今鳥肌立ったわ今の。かさっきのディクソンとなんかカオスコンボ。なんかさっきは全体攻撃使ってきてたけど、今回は単体攻撃を使ってくる。いくか。でもシュルクの戦い方は基本的に変わらない。 BGM がかっこよすぎるんだけど、あれなんかパイプついてる。確かにあれ全然使ってくるし、すげえちゃんとラインガードしてる。ガードできてるよね。しょうがねえな。でもきついな。カオスコンボ。これはモナドをスピードでかわしたいとこだな。行くぜ。おい。これでいいの。
ちょっとラインの回復をしよう。こいつサイレント。なんか技増えてるね。すげえ次々来てるし。ライン元気づけて。これがやばいんだ。あ、こうした。いいね。ちょっとライン起きてくれ。元気もつけて。何これ。カオスダッシュ。しかも検討効果つくかよ、これ。で、モナドスピードかな。よし。いいかい、はい、じゃちょっと連携溜まってるから使っていくか、どんどんどうしようかな。いや、ここはダメージじゃないの。転倒狙った方がいい。狙いんで転がして、カルナにちょっとヘッドシェイカー入れなかったのは若干ミスなんだけど、シュルクのテンション上げてこう。で、シェイカー、マイクあるかな？ないよね。どんどん気絶技じゃねえわ、気絶中に技入れてって。モナドが止まったね。これでとりあえずワンスコンボ。でも確実に削れてはいるから倒せばるって。あー、デバフかかっちゃってるから貫通ついてる。やば、シャドーアイからさ技ばっこり全部入れてくる。攻撃力を上げつつバックスラッシュまでつなげると。何カオスバンチ、これが強いんだよな。さあ、ここはモナドアーマーかな、さすがに。これはちょっと使わざるを得ない。おい、モナド、あれ、威力が、ありがとう。まだ負けられないよ。ラインになんかかけれなかったね。ちょっと元気出そう。ちょっと待ってな、クソ強えな。さすがシュルクの師匠なだけある。シュルクの育て、実質育ての親みたいな子あるもんね。連携、カルナがの準備ができたら連携行きたい。よし、来た。 OK、 カルナ準備完了。俺か、俺の方向いてるけど、ちょっとこれは転ばせに行こう。向こうってなんだ。やられたな、なんか。ちょっと上げよう。向こうか、どうしよう。ワンチャンちょっとサイクロン間に合わないかな。ソードパイルで削るか。サイクロン、間に合わないか。バックパワー、わー、間に合わなかった。あー、ダーツクイーンか。キュアバレット打ってくんねえかな。オッケー、ナイス。疲れて、なんか相手怒ってるね。これブレイカーして、うわー、やっば、うわ、負けた。マジかよ、マジか。ちょ、ゲージ、あー、連携使わなきゃよかったな。うわ、やり直しだ。ごめんなさい。いや、負ける。まあいいや、ちょ、カルナにじゃあシールドバッシュ入れよう。